皆様こんにちは。ナビゲーターの滝山あかねです。この動画ではサイバーエージェントの成長戦略、事業の強み、カルチャーを分かりやすくご紹介していきます。サイバーエージェントは21世紀を代表する会社を作るをビジョンに掲げ、1998年に設立。以来成長産業を見極め、継続的な事業拡大を続けています。既存事業が好調なうちに先行投資を強化、新たな事業を次の柱に育てることで持続的な成長を実現してきました。現在の主力事業は3つ。メディア事業は新しい未来のテレビを目指す動画配信サービスアベマなどを運営。インターネット広告事業は高い運用力と AI 技術を活用した技術力を優位性に国内トップシェアに。ゲーム事業は2009年の参入以来、スマートフォンゲームの市場成長とともに数々のヒットタイトルを創出し事業を展開しています。創業来3度の大きな投資を実施してきましたが、現在はインターネット広告事業とゲーム事業で利益を積み上げ、メディア事業を中長期の柱にすべく先行投資を行っています。当社の持続的な成長を支えてきたのは変化対応力です。環境の変化や技術革新に対応し、事業を多様化しながら技術力、創出力、人材力を強めに持続的に業績を拡大しています。また社会インフラになるサービスの提供など、事業活動を通じた社会への貢献も果たしていきたいと考えています。インターネット企業の競争力の要である技術力、2007年に技術のサイバーエージェントになることを宣言し、本格的にテックカンパニーへと舵を切りました。その結果、技術者の連結従業員に占める構成比率は4割を超え、エンジニア学生を対象とした就職希望企業ランキングで1位となりました。アベマはコンテンツとテクノロジーを武器に、新しい未来のテレビとしてテレビのイノベーションを目指す動画配信サービスです。いつでもどこでもつながる社会インフラとして、スマートフォン、PC、テレビなど様々なデバイスで利用可能。すべての視聴者に安定かつ高品質な視聴体験の提供を目指しています。国内で唯一24時間放送をするニュースチャンネルや、ドラマ、オリジナル恋愛番組やバラエティ、アニメなど様々な番組ラインナップに加え、スポーツ中継も強化分野に。 FIFA ワールドカップカタール2022では、日本史上初の全64試合無料生中継、マルチアングル映像や試合データ、コメント機能など、スポーツの新たな視聴体験の提供に取り組んでいます。また格闘技やアーティストのライブ、イベントなど多彩なオンラインコンテンツを視聴できるアベマペーパービューオンラインライブ、公営競技のライブ映像の視聴、インターネット投票が可能なウィンチケットなど、ジルに合わせたサービス開発にも注力しています。インターネット広告事業においては、2016年に AI 技術の研究開発組織 AI ラボを設立。高度な AI 研究技術を持つ研究室との産学連携によって高い技術が生み出され、 AI ラボの研究開発論文は AI 技術の世界最高峰の国際学会で数多く採択されています。その研究開発体制と実績は、 AI 研究をリードするグローバル企業トップ100において国内4位の評価を受け、広告メディア業界で唯一選出されました。変化の速いインターネット産業で成長を続けていくためには、環境や消費者の思考の変化にスピーディーに対応し、新たな事業を育てていく必要があります。迅速かつ継続的に事業を創出するためのオリジナル施策の一つが明日会議。サイバーエージェントの明日につながる新規事業や改革案を決議する経営会議のことで、経営陣と社員が一緒に議論提案し、新たな領域の開拓やスピーディーな事業化につながっています。数多くの事業案からサイバーエージェントの事業の柱となるビジネスや DX や AI 技術を活用した専門子会社も創出されています。さらにテクノロジーとクリエイティブを武器に、事業領域の拡大にも取り組んでいます。モビリティ、金融、小売、
キャリア通信といったさまざまな協業先とデータを活用し、 DX 推進や広告事業を創出する取り組みも進めています。ゲーム事業ではサイゲームス提供のウマ娘プリティダービーをはじめ、継続してヒットタイトルを創出。最新の設備を備えた最先端のゲーム開発環境と世界水準のクリエイティブ力、高い運用力の実績から自社のオリジナル IP に加え、有力な IP を持つ協業会社との連携など、スマートフォンゲーム市場において国内ナンバーワンシェアになるまでに成長しています。当社は創業以来、人材が競争力であり重要な経営資源と考え、採用、育成、活性化、適材適所を人事施策の重要な軸として注力してきました。社員のコンディションやキャリア志向を把握するシステムや、自ら手を挙げられる社内移動公募制度、キャリア形成の機会と支援を行う専門部署の設置など、社員がモチベーション高く生き生きと働くことを重要視した結果、働きがいがあると答える社員は日本企業の平均 56% を大きく上回っています。サイバーエージェントはこれからもパーパスに掲げた新しい力とインターネットで日本の閉塞感を打破するという社会的意義を果たしながら、変化対応力を強みに持続的成長を目指してまいります。